中の鞘が完成しましたね。この白いところはショアリング材で使うようなコンテナのね、ショアリング材で使うようなね、ホワイトラバンですね。柔らかい材質です。で裏面は、そうめんの蓋ですね。でこの部分はちょっと硬い木を使いました。ウッドデッキの端材ですね。水に強い端材でちょっと硬い木なんでね、ここと裏面の木ネジ、ここだけでね強度を出してますね。ここはねもう接着剤で留めてあるだけです。ちょっとね突貫で簡単に作っちゃったもんで、強度的にどうなのかなって思いますけど、まあ鞘なんでねいいかと思います。で、剣型の出し入れなんですが、よいしょ、普通に入れるとここで止まりますね。こっからギュッと入れることで、鞘全体でね、この刃をホールドするっていう、そういう形にしました。抜く時はこの硬いところをねキュッと通過させてやればスッと抜けると。で入れる時もキュッと入れてやればこれでホールドすると。逆さにしても落ちないよーっていう。いいんじゃないですかね。昨日一日ね優雅に使ってみたんですけど、使い勝手はいいですね。で今までねここ革のシースを使ってこうベルトで釣ってたんですけど、今回紐にしましたね。紐にすると若干お腹に食い込んだりするんで、どうなのかなって思うんですけど、おいおいね、この紐で運用するのがちょっと気になるなっていうんだったら、またね革の吊る下げるやつをね作りたいと思います。今回はとりあえずこれで完成ですね。そうそう、表面はね一応グレープシードオイルを塗ってありますね。オイル仕上げです。木目がね綺麗に浮き出るんで、新品でねかっこ悪いってはかっこ悪いんですよ。使い込んだ方がいいですよね、鞘っていうのは。そんな感じで今回は剣型の鞘を作りました。21cmですね。7寸です。持ってこい。オフキャッチ。持ってこい。よいしょ。